皆さんこんにちはレックセンリ講師中松です、えー、では初級者向けの駆け込み寺第二部開始します、えー、私のでは午後科目卓一技術の時間配分についてお話をさせていただきますよろしくお願いします、えー、第一部の方では根本先生からお話があったかと思いますえっ、ー、とまずは ファイナル討論すでにスタートしていますけれども、こちらで成績がカンバスない方、まあ特に15問程度も取れなかったなっていう方、そういった方につきましては第一部の方で根本先生がまあ少しあらあら両字になるんですけどお話をしてくださっています。ぜひそちらご参考なさってください。まあ根本先生試験対策それから えー、試験分析について、えー、秀逸ですからまあ大変、あのー、お話ね、えー、参考になるかと思いますただし、えー、っとこちら、えー、荒量治ですから、えー、ある程度逆に点数が取れている方は、えー、逆効果になる恐れもありますからその点はご注意なさってください、はい、では、えー、っと私の方からは、えーまあ、時間配分術についてお話をしていきます はい。ちょっと前の画面、板、えー、書を写しながら見ていきますね。はい。5、え、号、ー、科目は、えー、問題の見極めが重要です。えー、カ1番。例えば、えー、ある5号科目で、えー、皆さんが、1一1 3 5問中24問解けるとしましょう。35問解いて、24問正解。25問解いて、 24問正解これどうでしょうこれ点数変わらないんですということは当然講師の方が効果は絶大とということですどうしてもたくさん点数取りたいんで問題を全部解きたくなる気持ちはわかりますただ、えー、今のことがこれ実現できるんだったら問題を、えー、例えば10問余分に解いても、えー、それは単なる時間の無駄遣い なんです。なので問題を全部解いたら、えー、点数が、えー、上がるかっていうと決してそうではないっていうこともね分かっておく必要があります。えー、ただしそれができるためには問題の見極めがちゃんとできていることが大前提となります。はいじゃそのことを実現するにはどうしたらいいのか。解けない問題を捨てる勇気を持つことです。 はいその方法ですがまず問題のテーマテーマを見て自分が解ける問題なのかどうかそこを見極めることですえそして第1問から順番解く必要はありません分量の少ない問題から解くこれも大切なことですはいまずテーマで見極める例えば今年の本試験あごめんなさい去年の本試験問題なんですがこれどうでしょうか 第一問、民主訴訟です。訴訟告知に関する問題これテーマ見て皆さんどうですか解ける気がしますか訴訟告知そこ重点的に勉強しているところでしょうか第二問どうでしょう訴訟記録の閲覧これどうですか、はい、今の第一問第二問そのテーマを見ただけでもあんまりできる気しないですよね。だこういった問題は飛ばすことです。 真面目に1問目にに問から順番にやる必要ないわけで、えー、これ本試験の上等手段ですけどもわざとその1問目2問目に変な問題を入れてくるということが応援にしてありますそこで、えー、受験生を戸惑わせるわけですこれは午前も午後も同じはい想定ねよく分かっておいてくださいまずねテーマでできる問題かどうか見ていく はい、そして、まあ、同じことが言えるかもしれませんが1問目から特徴ないよということでもし、えー、皆さん例えば不動産投機は割とできるってことであれば不動産投機から解いていくそんなのも一つのやり方です多くの人は1問目から解いているんじゃないでしょうか、ねえー、でも、えー、自分が一番解きやすい科目から解いていくあるいは、えー、民主系からもし解くとしても、えー、パラパラッと今のように問題見ていって解きそうな問題から解いていくことです はい、そして、えー、分量が少ない問題から解く4番も重要よく言われることですが時間がかかりそうな問題は後回しにしてください。登記録問題、計算問題、比較問題などです。はい、では、えーっとね、ごめんなさい今ありましたけど、えー、短い問題から、えー、読むのがいいんだけど はい、これもちょっと見てみましょう。去年の問題の、えー、不動産登記、12問、次、これ13問、これ14問です。12問と14問見てどうですか ?12 問、14問、どっちのができそうな感じがしますかこっちですよね。 なので、こっちから解くってことです。で、これは解かない。ね、10万解かない。解かないというか後回しです、こっちは。はい。まず、こういう問題から手をつけていくってことです。はい。えー、今のところね、あの、よく分かっておいてください。まず、テーマ。ね、テーマでできそうな問題から見る。ね。から、短い問題から解く。はい。そしたら次は、 えーまあ、そういった順番で解いていくとして各,枝あさい各問題の対処法ですが、はい、これも「あ」の枝から読む必要は全くないわけです。短い枝から読むことです。そして答えが出たら次に進む他の枝は読まないということです、はい。じゃあ例えばこれもちょっと見てみましょう。<laughs> はい、さっきも見てもらった12問これどうでしょう えー、正しいもの,の組み合わせ、はいまあ、これ長さは大体同じ感じだからちょっと上から見てみると、えー、まず「あ」「権利の消滅に関する定め」「これ不規投棄です」えー「主投棄でされるから×」ね「正しいもの聞いてますから、えー、答えじゃありません」えー「意の枝」「買い戻しは不規投棄」えー「これ丸です、はい」ということは正しいもの「以外入ってるのもこれしか残ってません」はい「3番が正解」はいえー「これでも解けました」 こんな感じでこれぐららい問題だったら10秒で解けます、えー、でもうこれで答え出したら「うえお」は読まないってことですはいじゃあ例えばちょっとねあともう少しやってみましょう、えー、18問はいこれこんな感じでざーっとこう見てねはい短い枝尾の枝短いですね使用種子が当期名義の代理して識別状が有効であることの証明を請求する場合、えー、委任状、えー、これ要しない はいこれ丸です。オ、えー、が丸だから、はいこのどっちかです。はいじゃあ手前の絵の枝見てみましょう。あと A と E をね見ればいいんだけど、委任状が不正目的で用いられた疑いがあるときは、えー、原本決付できない。はいこれ丸です。はいということで、えー、5番が正解。はいこれもできました。で他も読まない。えー、19問例えば次の間ね。はいこれ下の方を見てください。A と長いですよね。こんなの先に読んだら当然ダメです。 はいえー、ああいうが同じぐらい長さだから見ていきましょう。えー、あの枝、えー、これ誤ってるのも組み合わせだけど、えー、合意解除の場合、農、え、場、ー、の許可書を聞いてます。えー、提供必要、はい、これ丸です。はい、それから、えー、次、えー、買い戻し、農場の許可、えー、提供不要あ。ごめんなさい、まず、あの枝がこれ丸と出てますから、誤ってるの聞いてるから、これ答えじゃなし。はい 臭、えー、いえー、っとあそうですねでえー、っと「い」の枝がこれがごめんなさい×だこれが×だからはいじゃあ,あの誤ってる答え入ってるのは三、えー、番はいでもう他読む必要ありませんはいえー、っと今のように問題 をね解いていてきます短い枝からまずね、えー、見てでそれで、えー、それが正規、えー、分かったら、まあ、あと2つの枝確認したら OK で2つの枝のどっちか見てそれで答えが出たらねもうもう一本の枝読まないっていうことですはい、えー、そうすればねあのー、もう今のような枝ねえーえー、っと そうですね。まあ十秒とか十五秒とかそれぐらいパッパッともう答え出せてるわけです。はい、えー、あの枝から読みすありませんよ。答えが出たら次に進みましょう。他の枝も読まないこと。でその時にこちら書いてますが、その時にあと、えー、でまた再確認しますから、えー、この枝も自信があるかちょっと不安要素があるかそれ自分の分かる印はつけておきましょう。はいそして。 えともう一つ問題解くときに 20‐‐ 丸と 10‐ 丸区別しといた方がいいです。自分でこれは、ね、鉄板だと思えば 20‐‐ 丸をつけるおそ、ね、らく‐だろうっていうのは 10‐‐ 丸でその時にえ 20‐‐ 丸を軸発信した方が精度は高まります、はい。では今のやり方を実現するにはどうするか、はい、これはえ1番に書いてますが知識の正確性を高めることにつきます。 一つの枝をパッと見てそれがマルかバツかを瞬時に判断できるそれは知識が正確だからです、えー。そして知識が正確でなければどうなるか。そうすそうなるとその枝がマルかバツか不安があるから、そうすると他の枝も全部こう読んでいって、えー、一番つまがあるものを考えようということになっちゃうわけです。そうなると時間が足りません。ね時間を節約するのはもう、えー、枝をね二つ あるいは三つ読んで答えを出すっていうことですじゃあそれを実現するにはどうしてただけていいとこれはもう演習につきます自分の知識の精度を高めるってことですその方法はもう演習でそのためには、えー、自分が絞り込んだ過去問、えー、もう皆さん自分なりに、えー、何を、えー、この期間やっていくのかということは絞っているかと思います、えー、それを最低三回は繰り返しましょう で最低三回繰り返して、えー、知識の精度を高めるということですはい、では次のお話時間配分について、えー、午後は卓越から解くか記述から解くか悩ましいところがあります多くの人は卓越から順番通り解かれているかと思いますはい、でもその時のデメリット 択一から解くと、どうしてものんびり解いてしまいます。全部の間を読んでいくということです。そして、どうしても全問解こうとしてしまいます。冒頭を見たように、35問解いて24問正解でも、25問解いて24問正解でも同じなんです。ね、だからその残り10問は解かなくても極,、えー、極論いいわけです。はい、でもどうしても、 えー、全問解いた方が何,何か点数が上がるんじゃないかなといねいうように感じてしまう。そうなると記述で、えー、時間切れの可能性危険性が大です。はい逆に記述から解いた場合は、えー、全くまず卓一を見ないで記述に入るこれは非常に不安でしょう。えー、それから、えー、もし記述でパニックってしまった場合に卓一、えー、卓一への 悪影響が考えられます。これはデメリット。はい、なので、どちらから得にしても一長一短あるわけです。で、そこで、私が取っていた方法が、これ実際私の方法なんですが、接衷案を取ってました。どんなやり方をやっていたかというと、これ真似してくださいってことではありません。卓一記述、卓一の順番で解いてました。 でえー、とこんなやり方やってるのは私だけかなと思ってたら、えー、実は海野先生がこの方式、えー、この方法でされてたということをどっかで聞いたことがありましてあ自分だけじゃなかったんだ海野先生もこんなやり方だったんだとねその時あの思いまして非常に感銘を受けたことがありました。でこのやり方は今の、えー、託肢から解く記述から解く両方のデメリットを解消しようっていうところを狙ってるわけです。はい、でまず冒頭30分託を解く 30分で全問は解けないでしょう。はい。なので、そこで、できそうな問題から25問から28問程度をめどに暫定的に答えを出すということです。で、先ほど言ったように、えー、まずテーマを見て、ね。で、訴訟告知とか、訴訟記録の閲覧とか、もうそんなわからないようなテーマについてはもう飛ばす、やらないということです。で、それもどんどん飛ばして、できそうな問題から見ていく。で、次に、 長文問題じゃなくて短い問題から先に解いていく。はい、そうすれば十、えー、分30分で一通り解けます。えー、そしてそこで暫定的に答え出すわけです。今のお見せしたやり方で。全部で得るんじゃなくてね、もう一つ二つの、一つは無理、えっ、ー、と二つ三つの枝で、えー、答えが出せたら、ね、そこでも 他のの枝も確認の意味ででそここ読まないってこと不安だからどうしても読みたくなるんだけどそこで読まないで次にもう行くっていうことですそしたらえ毎日その後時間切れになっても暫定的に答え出してるからあとはそれをマーク塗るだけなので最低限基準点ラインの、えー、回答は確保できてます。 まあ、あの合ってるかどうかわからないけど基準点に必要な、ね、問題は解けてますでそれでついに記述に行くで記述、えー、もやはりこれもう時間があのオーバーしそうだっていうことであればある程度目処をつけてどっかで切る必要はありますで次に記述に行って残り30分また択一戻るでその30分で何をするかというと丸一番で冒頭解いた問題の再確認です再チェック えそして、えー、手をつけてなかった問題これをそこでもし時間があればやるで最悪、えー、そこで、えー、解けなければもう当てずっぽでマークをするということでいいと思います。で私も実は合格した時午後については、えー、全部の問題解いてません今のやり方で、えー、やっていきまして、えー、最後時間切れで、えー、手つかずの問題が23もありました。でもそそれははおそらくはあの棒と言った通り 自分がやってもできない問題っていうのを選んでるからそれで選べていたと思いますなので要は時間つけてやっても、えー、やらなくてもど,どっちにしろ間違ってる問題だからねあの合否に影響ないわけですはい、えーまあ、そんな感じで、えー、一応ね皆さんご一緒でも、えー、考えてみてくださいはい、えー、まああの確率は35も全問解くんだって いうそれが当たり前なんだとね皆さん思ってるかもしれませんが、えーまあ、あの得なってことを言ってるんじゃないんだけどそれをこうヒントにしてほしいわけです。メリハリが必要ってこと、ね、何が大事なのか、ね、どの問題から解くのか、ねえー、そこのメリハリ付けをしていって最悪解かない問題があっても十分合格できるよってことそんな感じで、えー、時間配分それから時間の節約を考えていってほしいってことです。 はい、まあ,あのこれはもう極論だから極論というかあの私なりのやり方だからね皆さんも自分なりのやり方が、えー、定着されてると思いますから、えー、当然今からあの変えてもらう必要はないんだけどこれも、えー、いわゆるヒントにしてください要はその冒頭30分の卓一であるんだけどなんでそれやってるかっていうことです。なんでこれやってるかというと、えー、やはり早く早く、えー、問題を読んでいくためです。時間設定しなければ早く読もうということにならないからね。 のんびり最初からやっていこうって言われると,と全部の間を読んで全部の問題を解いて時間がかかっちゃいますね自分でわざと時間設定するわけです自分で時間設定したら、えー、その30分で解かないといけないどうしてもスピードが上がっていきますね一つえ二、ー、つ三つの間を読んでどん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 次の間に、えー、次の問題に進んでいくことになりますねそうやって、えー、スピードアップをしていくことね自分で自分を、えー、追い詰めるってことです自分で自分を、えー、厳しい時間設定をしてねでそこで追い詰めて ね、それで、えー、スピードアップしてどんどん問題を解いていくことです。で同じようなことを実現するために皆さん自分ではどうしたらいいのかっていうことをね自分でも、えー、また考えてみてください。はい、えー、次。答練、えー、今ね皆さん受けてもらってると思,、えー、思いますが答練、えー、は文字通り答案練習です。練習にすぎません。 特に初学者の方は、えー、点数は取れませんここで。もう取れないのが当たり前。それは一発合格者も、えーみなえー、全てそうです。ね、なのでもう点数は全く関係なし。で皆さんの目標は本番でできるようにしたらいいわけ。ね、なので、えー、当連は、まあ、その本番のための単なる題材にすぎないということでねうまく使っていくこと。できなかったところ、特に、えー 解説させて、て、え、三、ー、三角三つついてる枝、これが重要ですからもしそこで間違ったんだったらこれをしっかり復習して本番にできる力をつけていくこうと。であくまでも過去問が重要です。当連の、えー、復習は当日に済ませるなど必要最低限にとど、えー、めて、えー、あとはもう皆さん、えー、日頃やってる過去蓮とそれからテキストですねこの二つの柱この勉強の路線それをしっかり貫いていく。 ね、そこから絶対ぶれないようにしてください。はい、それと当連、えー、については、えー、非常に問題難しいです。本試験よりも、えー、もうま全然難しい、もう本当に点数を取りにくいです。なので例えば初学者の方は、えー、ファイナル当連の午後だとまあ休むマすで三時間ですから、例えば、えー、もうこの当連はもう練習だからね不動産当期と商業当期をこの 量等級だけに絞って卓一でやってみるそんなのも一つの定価だと思いますで、この量等級やってあと給付の演習ですねで、これを3時間で、えー、まあ上で説明したようにうまく時間を配分しながら自分でやっていくことができるかまあそんな感じでもいいのかなと思ってますであとは、えー、マイナー科目ここのマイナー科目につきましては、えー、これも、えー、過去問でむしろカバーしなければならないというところが大きいですからね当連よりも はい、なので、えー、こちらも過去問に委ねる過去問をしっかり、えー、練習して、ね、でもう当連では、えー、あまりも手つかずでもねその過去問知識で本番で、えー、対処するんだそんなんで、ね、そんなやり方でいいのかなと思いますで、えー、もう本当にマイナー項目については過去問で十分だと私は思ってます でまあ、当然トーレンで、ね、あの肉付けができたら越した,越したことはないですけれども小学の皆さんなかなかそこまで難しいかと思います。で過去問で、えーえー、しっかり勉強してですねそれで過去問知識で十分解ける問題も、えー、たくさんあります。で逆に過去問知識でもしその午後のマイナー科目でできない問題があったらもうそれは逆に、えー、諦める全問正解する必要はないわけですから、ね、そういった問題はも他の人もできませんから。 そんな問題までできるようにしていくんだっていうねそんな勉強は、えー、全くいらないかと思いますはいまあそんなところもちょっとね、えーまあ、当連でどの問題をやるのかっていうところも諸学の方は絞ってもらっていいのかなとね考えていますはい次はえっ、ー、と給出の方の、えー、時短法不動産登記一つお話をしていきますこれ令、えー、令和和年年の本試験問題だけどででも同じです。 これぜひといいいうかか必ず分かっておいておくださ冒頭に文書があって次に事実関係が並んでて次に事実関係に補足問い答案作成にあたっての注意事項と出てきます。でこの部分です。この部分は毎年コピーして作成されていますから直近の各問を通じて内容を覚えておいてください。で当連問題もこの部分は本試験を極力コピーして、えー、似たような形で出すように、えー、されています。 でここで覚えておいてえ本番ではもうこう読む時間をあの節約するってことです。これ何書いてるか覚えていたら本番ではざっと流し読みができます、ね。そうするとかなり時間の節約ができます。そうなるとあとどこを読むかというとその年の問題に特化した事実関係それと次は、えー、その人の別紙ということになっていきます。で不動産登記で失敗してしまう「応、えー」に、えー、して、えー、あるパターンが「してあるパターンが この部分も初めて本番で読むというパターンですそれは当然対応できません時間合計で三時間してないわけだからねでこれもかなりのボリュームがあるわけですそんなところを、えー、その都市特有のこの事実関係と同じウエイトで読んでたら当然ダメです、ね、毎年コピーして問題を作っている部分はしっかり、えー、直近の問題を利用して何が書いているか覚えておくように対策を立てておきましょうということこれも時短法の一つとなります それでは、えーまあ、今回の私,、えー、私からのお話は、主なね、えー、以上となります。いろいろお話をさせていただきましたが、何か一つの皆さんのお役,、えー、お役に立てることがね、あれば幸いです。で、えー、っとやはりあの、まあ、今回の話で、えーまあ、一番あの掴み取ってほしいのは、やはり問題を解くときのメリハリです。ね、全部の問題を、えー、読まなくても、ね あの合わせる問題をきっちり合わせたら合格できるんだそれから全ての枝これについても同じ、ね、全ての枝を読まなくても二、ね、つ三つの枝で十分答えを出していけるんだ、ね、そうするとそれがまた、えー、スピードアップにつながっていきますそしてその問題の取捨選択については、えー、説明しましたように、えー、まず、ね、パッとテーマを見て解けそうな問題かどうかを、えー、瞬時に判断することそれから問題の短さです 問題が短い問題解きやすそうな問題なのか長文問題なのか、ね、どっちの問題でも点数卓、えー、一一つ三点なんです、ね、どっちで合わせても同じだからじゃあどっちがより効果的なのか、ね、それはもう言わなくてもわかりますよね、はいまあ、そんなところを、ねえー、うまく工夫してよく考えて、えー、この三時間という時間をうまく使っていきましょうということです はい。じゃあ、そのような時間の使い方などについてね、まあ、今回のお話を参考に、今後また、当連や模試などで、皆さんいろいろと自分なりの方法を試して、ね、自分に一番合った方法を、ね、見つけ出していってください。そして、ベストな形で本番に臨みようにしていきましょう。はい。では、今回の私からのお話は以上となります。ご視聴ありがとうございました。